無理なのか。時間がねえ。ケル、消えちまう。あいつなら。ちょっと大丈夫ですか。動かない方がいいって。今救急車呼んでるから。ああ大丈夫か。怪我してないの。なあ、全然電波来ねえんだけど。なんだこれ。生きてやがったのか。なんだよ。おい、寝ぼけたガキ、この体よこせ。なんだよこの声。くそ、こんな都合よくはいかねえか。なんとか耐えろ。だな。なんだ。何か来る。喋んな。隠れる。いいから今は言う通りにしろ。私だけが君たちを救える。君たちの魂は純化され、来たるべき世界の礎となる。すでに器は整った。それは魂の住まうべきところだ。さあ集え。良き終わりはそこにある。
敵だ。あとを。あっ、はあ、何言ってんだよ。そもそもあんた一体。おい、抵抗するな。だからもう俺のもんだ。お前はさっき死んだ。俺が出ていけばお前は終わる。そんな。どうすれば。お前に選択肢などない。俺に従え。いやだ。僕にはやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないこと知るかい。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他誰もいないぞ。悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。お前には消えてもらおう。付き合ってやる。だが忘れるな、お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。分かったら早く進め。指図するな。動きがぎこちないが、まあいいだろう。なんだよこれ。逃げ切れない。俺の指示に従え。攻め続ける。相手の攻撃は守りを固めれば軽減できる。助けようぜ。何なんだよこの力。俺がいなければあいつらにやられていたってことだ。さっさとお前の用事を済ませようぜ。妹のところに行かなきゃ。妹に会いに行く途中で事故ったのか。僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろう。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやるよ。それにしてもひどい景色だ。ここまでとはな。渋谷なのか。ここだ。なんだこれ。向こうの世界の物体がこちらに干渉している。物は試しだ。触れてみろ。妹ってのは病人なのか。ああ。それはタイミングが悪いな。病室は4階だったな。あいつら何してるんだ。
やって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために？あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか、どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。待て、あいつらはまだこっちの存在に気づいてない。見つからないようしゃがみながら背後に近づけ。それでいい、恐れずにやることが重要だ。お前も力の使い方が分かってきたみたいだな。こういうところはまれびとが多い、気をつけろ。さっきから相手をしている化け物を俺たちはそう呼んでいる。今度はチャージショットを試してみるぞ。一気に引き抜いてやれ。お出来だ。今のは奴らの心臓みたいなものだ。引っこ抜けばひとたまりもないさ。何か入ってるのか？食べ物がある。使えるものは使っておけ、こんな時だからな。それもそうだな。いるぞ。気を抜くな。エーテル結晶体で補給をしておけよ。嫌な気配がする。なんだ？気をつけろ。
どうなってるんだ。警戒しろ。ここはまともな状態じゃないぞ。目に見えることを全て信じるな。してあちら側と接続されて、まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ。人間。もう一人。お前は、愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそ逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だが、お前は後回しだ。マリに触れるなと言っている。そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。何もしなければな。
現世の時間で3秒。呼吸1回分で終わりだ。いやだ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わん。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリー、僕は伊吹明人だ。今さら自己紹介かよ。まあいい。KK だ。名前は捨てた。KK。マリオ。頼む。俺には戸締まりしろってうるさいくせに、これだよ。マリ！マリ！しっかりしてくれよ。僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。チッター見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に僕はここにいる。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい。居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行ったやつの居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。
人がいない。みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。行き先は幽玄坂だ。霧がまだ残ってる。不用意に近づくな。危ねえぞ。なんだろう。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな。片付けろ。浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。この鳥から霧が出ていた。使えそうだ。ここはもういい。目的地に行くぞ。何に向かって吠えてるんだ。あれを見ろ。止めるぞ。今ならまだ助けられる。これ以上奴らに好き勝手させるな。例になったか。こいつらを助けられるかどうか。さっきの片代を使ってみろ。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいから探せよ。あったよ。受話器を取れ。俺がつなぐ。何これ。エドが作った装置だ。そこに片代をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置。
いつ。余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと。なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。エドって人はどこかで生きてるのか。その予定だ。ほとんどのことが想定外だ。どうなってるかわからん。君の木だな。生きてるみたいだ。コンビニか。何か使えるものがあるかもな。何あれ、猫。あれは妖怪だな。人がいなくなったから出てきやがったのか。おいしさ 2000%。 僕らはいつだって乾いている。若コーラ。中華セール実施中。具沢山中華麺がお買い得な400。無駄遣いするなよ。分かってるよ。 DJ マルチバース、待望の来日公演決定。キラーチューン、トラベルズを引っ提げ、ここ東京で出張ライブを開催。オープニングアクトで、なんとあのアイドル。そこの2階だ。ここ、あんたの家？部屋の封印を解除してくれ。中に何があるんだ。入ればわかるよ。秘密基地って感じだな。子供っぽいな。アジトって言えよ。誰。仲間だ。え、だったというべきか。あいつは奪うことをためらわない。俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。なんだよこれ。気に入ったか、持っていけ。こんなものどこで。職業柄、まあ、いろいろつてがあってな。あんた、何者なんだよ。国の番犬かつ、はぐれ者のお友達ってところか。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。地図の範囲があいつの結界になっている。前も見ただろ。結界内の霧に触れれば消える。結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん。消された人間は5万か10万。いや、もっとだ。なんだよそれ。まあ、何人消えようが俺には関係ないがな。ただ、このどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって。武器も調達できたし、そろそろ行こうか。結界だと。
マンションごと押し潰す気か。結界を破る方法があるはずだ。探せ。結界だ、はい、他にもあるはずだ。何が起こってるんだ。結界のせいであの世の干渉が強くなってるんだ。このままじゃあの世に押し潰される。距離があるな。さっきの弓を使え。しっかりと狙いを定めているんだ。いいぞ、ここはもう大丈夫だ。木の石があるはずだ。探すぞ。持って数分だ。急げ。どこに行けばいいんだ。よく調べろ。何かあるはずだ。行き止まり？いや、上に行けそうだ。近いぞ。周囲をよく探せ。こいつが本体だ。ぶっ壊せ。間に合った。やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べるぞ。誰かいる。違う、いたのか。お前も見えるのか。よし、俺の言う通りにやってみろ。これはさっきのはこいつの仕業か。追うぞ。これって、あれだ。さっきの力を使って調べてみろ。何か見える。汚れの中心だ。破壊しろ。汚れに囚われていたのか。こういう奴らも多そうだな。先に進もうぜ。痕跡が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい、せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただ。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。
盗んだのか。さあどうだろうな。あんなところに鳥居が。あれも浄化するぞ。天狗か。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪も使いようだな。それでまた霧が消えた。ああ、助けを求める霊の声が聞こえてくる。助けてやろうぜ。まれびとの気配がするな。予定と違うじゃないか。霊視して神社の様子を伺え。敵の居場所や霧の発生源も特定できるはずだ。強い力を感じる。ここに何かあるな。霊視で神社をくまなく調べろ。取り残された霊の居場所も分かるはずだ。地道にやるしかねえな。しっかり祈ったか。もちろん。
つは使えるぞ。寄り道した甲斐はあったな。次は情報を集めるぞ。渋谷を見渡せる場所はないか。陰りへの展望台とかは？悪くない。タヌキ？何か言ってる？おい、力を使ってみろ。俺たちなら物のありか以外にも動物の意思もわかるんだ。気になってたんだけど、国の番犬って警察ってこと？ああ、そうだ。警察は嫌いか？いや、その割には口が悪いなと思って。警察なんてこんなもんだよ。あ、なんだ？可もなく不可もなくだな。鳥居があった。浄化する。うわっ、離せ。いいか、俺に貸せ。ありがとう。平和に来るぞ。マジか。行け。強い力を感じる。ここらの霧も晴れたはずだ。陰りへに向かうぞ。注意しろ。あいつからまがまがしい力を感じる。気になる場所は力を使って調べてみろ。
社に何かないか調べておけよ。バッチ当たりだな。お札か、これも使えそうだ。手に入れたお札を試してみる。展望台に行くぞ。あそこからこの辺りを見渡せる。状況もわかる。手っ取り早く外から登っていくぞ。使えるものがないか注意を払え。そこに何かあるぞ。なかなか似合うじゃねえか。よし、町を調べてみよう。双眼鏡がある。あれで見てみるか。妹とよく言ったよ。絶対に助けてやるぞ、マリ。あいつ、さっき見失ったやつだ。地下に降りていったな。そこに奴らの拠点があるのかも。何回も逃がしてたまるかよ。追うぞ。